はい、というわけでどうも皆さんこんにちは、こんばんは。黒幕系 VTuber の川出健の略して川健です。大森のね、続きをやっていきたいと思います。というわけで続ける、前回ね、廃品陶器場のなんかボスっぽいやつ倒したんだよね。そうだ、もうこのまま HP もね満タンなんで行きましょうか。そう、ここ渡ったらね、なんか出てきてやばいやつは倒しました。通れないやんと思ったけど、こんなことある？これもう一旦戻っていいのかな。ゲットしたしね。そこまで行きましょう。うわー、何？ちょっと待った、やっと見つけたっす。もう逃げられないっすよ、ブルート。うわ、倒しちゃった。せえ、しまった。俺の完璧に鍛え上げた筋肉でもさすがに限界か。このまま終わらせて黙るか。早く隠れなければ。ああ、そこの子供たち、せえ、頼む、力を貸してくれ。急いでくれ、時間がないんだ。隠れる場所、そこに埋まればいいんじゃない？すぐ横にあるやん。で、主人公たちの横にある穴に。いいこと思いついた。心配すんな、俺に任せろ。え、どこ？よし、これで大丈夫だろ。まず生きてるよ。みんな、とぼけたふりをするんだ。どこ？下の方かな？下の月？ぜ、ぜ、くっそ、見失ったっす。なあ、あんたたちプルート見なかったっすか？値段も身長もすげえ高くて、ならず者の惑星っす。値段？でっかい灰色の玉みたいな見た目で、筋肉バキバキのキレッキレのやつっす。意味わかんねえよ。すっげえ目指すし、いつかいたら絶対に気づくと思うんすけど、見てないっすか？いや、見てませんね。マジで？ま、そういうこともあるか。じゃあ次行くっすよ。絶対見つけ出してやるっす。いや、騙されやすい人としたな。よし、ブルート行ったぞ。あ、そこ？ぐわー、起点が効くな、少年、気に入ったぞ。オンに切る君たち名は何という？僕はヒロです。こちらは友達のオブリーとオモリーと弟のケル。弟なんや、ケル。そうかそうか、若者らしい、いい名前だ。俺の名前はプルート、ならず者の惑星だ。いわゆるさすらい人さ。先ほどは迷惑をかけてしまって申し訳ない。しかしな、ここで公園の飾りとして生きていくわけにもいけない。どうするんだ？俺は自由に空を飛び回りたいのだ。そう、あの鳥や星のように。ならず者と呼ばれたっていい。どんな名前で呼ばれても構わない。そう、自由になれるのであれば。なるほどね。俺の魂は自由になりたいと叫んでいるのだ。子供たちをよく分かってくれるだろう。おい、ケル泣いてんのか？その魂の叫び、俺にもしかと届いたぜ。感動した。すげえよ、ブルートさん。涙腺弱いな。です、オーブリーも。そうね、ケル君。え、オーブリーまで？ああ、ついに夢を追うことができる。そう、自分の運送会社を運営する夢を。え、名付けて冥王星特急。冥王星なの、プルート。あ、さ、プルートってそういうこと？なんか冥王星の周りを回ってんのがプルートなんだっけ、衛星的な。それか
冥王星自身がプルートっていうあれなんだっけ、ちょっとその辺定かじゃないけど、それ関連だよね。ぎゃあ、あ、考えるだけで元気が出てきたぞ。そして助けてくれた俺をしなければな。コン、俺は今から冥王星特急のプルート社長だ。今駅に着いたという演技をしてくれないか。あ、じゃあプルートがあれだね、謎の駅やったじゃん、今使えていないっていう、それでプルートがなんか運んでくれんのかな。あ、はい、駅に着いたんですが、プルートさん、ようこそ冥王星特急へ。若き旅人よ、本日はどちらへお迎えになられますか。うわ、ふむ、押しが強すぎたかな。もう少し落ち着いた感じで。よし、もう一度やってみよう。はい、結構です。ただキャンプ場に戻るだけで大丈夫ですので。ほう、異世界のキャンプ場に行くのか。おう、初めての依頼だ。ワクワクするな。おっと、来るぞ。いやー、異世界キャンプ場行き、まもなく発車します。心配するな若き旅人よ、俺に任せてくれ。一人乗れなくない？乗れてなくない？これ全員準備できてるかな。あ、ちょっと待って、俺まだ足とかにつかまりそうだな。なんか飛ぶでしょ多分これ。やっぱ足だわ。冥王星特急へようこそ。本日はどちらまで異世界へ。では異世界に飛ぶか。はい、了解。ではごゆっくり。ごゆっくりできんのかこれ。結構捕まるの必死でしょ。ガーッ、どうだ、乗り心地良かっただろう。安心安定、穏やかな音楽までかけてくれて星5つあげます。惑星かどうかわかんないけど、星相手に星5つはすごいな。お前らはな、俺まだ肩に腕がついてるかさえ怪しいんだけど。ケール、さっきのしがみつきっぷり命かけとはいえ見事だった。可能性を感じる。君ならまだまだ強くなれるだろう。特別に新しいスキルを伝授してやろう。将来役に立つかもしれないぞ。コン、ではリピートアフターミー。見せつけろ才のチェスト、手に入れろチャンピオンベルト。どうぞ。見せつけろサイドチェスト、手に入れろ、チャンピオンベルト。うお、すげえ力が湧いてくるぜ。なわけあるか。ふん、まだまだ未熟だが、それでも君はこれから強くなるんだ。このスキルを肝に銘じておけ。さらばだ子供たち、また会う日まで。飛ぶぞこれ。筋肉自慢を覚えた。筋肉自慢？ちら、あ、映ってるね。後ろでお友達が優しく微笑んでる。あー、でも姉なん、あのオブリーの姉がさ、オーブリーなんだけど、オーブリーの身長自体はちょっと後ろにいるっていうのもあるかもしれないけど、低めなんやね。一番後ろのさ、ね、ちょっとヒロがさ、身長めちゃめちゃズバ抜けてるけど、まあでも弟がケルなんでしょ。なるほどね、面白いね。ここ多分さ来るんじゃないかなって思うんだけど、やっぱそうだな。いいえ、待ちません。これでなんかね、ワープできちゃうからしね。まあいくつかね、もう完了してるやつ、バジル以外はあるよな。なんだっけ、なんかさ、パーツみたいなのゲットしろみたいなのなかったっけ。ここにないな。多分ね、渡せばいい。なんかパーツをねゲットしたはずなんだよね。ポケットで大事なものかな。お花のパズルだ。そう、パズル、これを渡せばいいっていうのが一つあるから。
チュッルッルッワンワン。じゃあ一旦セーブしましょうか。はい、セーブ。行きましょう。ドラゴンね、いつ見てもびっくりする。じゃあとりあえずミックステープ手に入れたんで、果たして何が待っているのか。お、自動的にイベント始まる。なんだって、あんたら本当にやってくれたんすか。ちょっと汚れてるけど、これは確かに探してた特別なミックステープっすよ。本当にありがとうな、坊主。これでやっとスペース彼氏を起こせるっす。そのことなんだけど、ちょっと悪いお知らせがあるの。いい知らせと悪いお知らせがあるんだが、どっちから聞いていくかみたいな、なんか洋画でありがちなあれじゃん。噂を聞いたんだけど、スペース彼氏とスイートハートは、その、もう、別れてるんだって。なんだって、マジっすか？今回は本気で？そんな、でもそれってつまりもう、特別なミックステープを流しても、意味ないってことっすね。もう希望なんて、ないっす。おい、スペース彼氏、特別なミックステープを取り返してやったぞ。感謝ぐらいしてくれてもよくね。まあそんなに落ち込まないで、ただの噂だから。それにもし本当だったとしても、別にこの世の終わりってわけじゃないでしょ。別れから立ち直るなんてみんなやってることじゃない。きっとスペース彼氏もすぐ立ち直ってくれるはずだよ。落ち着くまで時間がいるってだけだと思うよ。あ、そうだ、この特別なミックステープを爆音で流してやればいいんじゃね。嫌な予感するんだよね。ちょっと汚れてるっていう描写があったのもそうだけど、壊れててすごいなんか恐ろしい音が流れるんじゃない。それで主人公また悪夢、なんだろう、目が覚めるみたいなことになるんじゃないかなってなんとなく思ってる。こっからホラー展開ありそう。それなら絶対起きるだろう。そういうことなら特別なミックステープはやっぱり処分した方が良さそうだね。今それを聞かせるのはちょっと刺激が強すぎるかも。ほら、主に俺が大事に保管しておくから。あ、流さない？あれ、ないよ。いや、これ流すな、これ。もうケル持ってるでしょ。ケル！何してるんだ。 BGM 止まったね。やめろ！スペースカルピッピー朝でちよ。まずい、嫌な予感がする。お？なんだこの耳障りな騒音。起きた。おお、飛ばした。ケルのバカ、何してくれてるの。震えるがいい、我は目覚めた。うむ、もう一回。起きたけど。こんこんこん。ふべ、さて何を。あ、そうだ、瞬間移動するの、わざわざ。愚かな子供たちよ、先ほどの目も当てられない状態から引っ張り出してくれたこと、礼を言うぞ。でもなんで、本当にそれ、元気そうじゃん、めっちゃ。仮病で寝たきりでいるのはそろそろ飽きてきたからな。あ、仮病だった。だからこそ我は言う、感情など弱者の証だとな。日記スイートハート、我を振ったことを後悔させてやろうぞ。彼女のためなら何でもした、何でもあげた、何でもな。この気持ちがわかるか、あの恩知らずな小娘が。もういい、忘れろ、全部忘れろ。我はスイートハートを見つけ出し倍返ししてやる。あれ、某ドラマの。ごめん、そうはさせないよスペース彼氏。いや、あなたはもうスペース元彼よ。面白い。名前もスペース元彼になった。
我に歯向かうというのか。我が誰なのか知っているか。我は宇宙海賊船長ぞ。我は太陽系の惑星すべてを手中に収め、宇宙を自由自在に飛び回る力を持つ者、全宇宙の力を操る覇者である。はいはい、分かった分かった、言っておけ、全然怖くないもんね。このまま人様に迷惑をかけようというのなら、まずは俺たちを倒してからだ。戦闘か。そこまで止めたいというのなら、もはややることはただ一つ、まとめてかかってくるがいい。来い、ゲドウ、噛んでない。戦闘か、かっこよ、かっこいい中二病だな。おい、強、弱そう、ワンパンで倒せそうだな。全員攻撃でええんちゃうか。おー、早い。19のダメージはね、普通に、まあ、なんか全体攻撃とかそんなさそうだから、使っちゃうけど。はい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 。33ダメージ、14ダメージ。で、残り、強い !HP めちゃめちゃある。これ負け入れか？いや、かな、本気出すか、じゃあ。びっくりしちゃった。あー、買う？使うか。で、イラつかせよう。ほんで、まあ、まだ回復いかんっていいな。攻撃。26のダメージ、カウンターじゃ。38、いいダメージ。オッケー、これで、まあ、ちょっと順番がね、スバイサ的に変わっちゃったけど。よいしょ。さあ、ここからが、本気だ。ズッツキ、リバウンドは全体の筋肉地盤。命中率、あ、ダメージも上がるのか、どんぐらい上がるんだろう。わざわざこれがあるってことは、結構次のダメージがでかいんだろうな。でも、お料理、回復しよう。痛い。普通に痛い。おー、イエーイ。おもろ。いや、普通に腹部にぶっ刺してる。痛いよー。あ、いいダメージ、88はやばいな。いや、いいコンボ。この調子だね。刺す、ズッキー、筋肉自慢の次の攻撃でしょ。お料理は大丈夫かな。お、レーザー、なるほどね。いや、これどうかな。10まで貯めれればいいけど。我が怒りは誰にも収められん、沈められん、慰めようとしても無駄である。イライラになった、やば、慣れないんだ。ニコニコにもしょんぼり。あー、でもダメージ上がんないの、いまいちだった。何、よいしょ。95はでかい、結構いいダメージだよね。あー、なるほど、イライラが収まんないし、もう使えなくなっちゃったね。最初に行動する、普通に攻撃かな。ズッツキー、 HP 的にはね、ケルに、あ、どうしよう、筋肉自慢しとくか。いやー、普通に攻撃しとくか。一応温存でね、何が待ってるか分かんない。感情状態を取り除く、これじゃない、マッサージ。シフトキーか。痛い、それはえぐい。16、21、やっぱイマチになってる。怒りと怒、イライラとイライラはさ、あれなんかな、あ、しょんぼりとイライラは普通に、あ、何も起こんない。怒りを沈めらんないですか。なるほど。
ちょんぼりとイライラは相性が悪いのかな。でもまあまあまあ攻撃するってないよね。ねえ、いやーどうしよう、これ回復は普通にこっちで回復した方がええか、スモア食べようかね、スモア攻撃かな。一応まっ、こちらお料理ケルにやっとこう。うーわ、レーザーそこ行ったか。これ時間かければ倒せそうだよな。ちょっと10までね、今まで貯めたことないんで。うわっ、なぜまだ動くというのか、貴様らには負けんぞ。うっ、やば、倒しやすくはなるんだろうな、その分ダメージはいくと思うから。ただおぼりのしょんぼりとは相性が悪くなるんで、応援するでおぼりのしょんぼりを取り除いて、筋肉自慢あんまりダメージ大きくないイメージがある。攻撃かな。やばやばやば、それはやば。あなたならできるよ、ニコニコ。あ、一気にニコニコになるんだね。おもりのニコニコ初めて見たかも。読みジャムを使うか、4つ持ってるしね。イライラは敵がもう足りないので攻撃、目を引くガード、こっからガード連打でいいのかもしれんね。あ、よ、何もしなかった。はい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 、ありがてー。あと3でしょ、結構いいダメージだな。普通に倒せそう。バードカードガードお料理を、お、どうどう、全体攻撃が来ないのであれば、よかったよかった、ガードしててよかった。よし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 、で残りあと2回ガードすればええ。ちょっと待って、こうか、ガードガード、全体攻撃きそうだよね。そろそろガードは必ず最初にできるのかな。これ14のダメージ、やっぱね、ここ相性が悪いね。あ、ニコニコだとイライラ状態はイライラの方が弱いんだ。じゃあ、おもり普通に殴るか、とりあえず。それ以外ガードで。なるほど、なるほど。ニコニコ状態がいいんだな。全員ニコニコにしてから攻撃とかだと結構強いのか、そうなると。うっ、しょんぼり。やっぱそうだね、惚れ惚れする攻撃だってなった。ちょんぼりになった。あーガード、いや、おもりは多分死なないから攻撃で、応援の MP も足んない。いや、ガードイラつかせようか、ほんでガード、あと1貯めればあれができるんや、一斉攻撃。うう、痛い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 。いや、いや、あ、間違えた。やる気解放あるやん、下に。やべ、間違えて、つまずかせるを押しちゃった。いいダメージだけど。イライラ、オッケー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 。ちょっと、回復を混ぜつつ、日本すももジュース。全員の36ポップコーンでいいんじゃない。ガード、ちょっとね、やりたいことがあるんでガードラッシュで
あの下か、おぼりの時に下を押せばいいのね。全体攻撃してこないから一気に溜まるからさ。よし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 。どう？キックで23。ガード、ガード、ガード、ガード。さあ、あんたの攻撃なんて痛くも痒くもないぜ。来た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 。10まで溜まった。全体攻撃をしてきましたね。それじゃあこっちもやる気解放。久しぶりに見たなこれ。全部攻撃かわいそう。ちょっと450やったか。オッケー。地を這い寄る下下等生物とも、下道っていう風に呼んじゃうけど下等生物だよなこれ。これが最後の警告だ。まだ来てる。復活した。うっ、胸が、心が痛む。勝ったよな。オッケー。いや倒せない、負けイベかなと思ったけど倒せますね。あのイライラ状態がどんどん上がってくから、だからニコニコ系で攻めていけばいけるってことなんやな、きっと。切り刻むを覚えたの？おもり。くるくる覚えた。ラン？ラン？ランなんちゃらガン？と変化球。いろいろ覚えるじゃん。微笑むを覚えた。すごい。レベル10ってみんないろいろ覚えるんだね。ここどこ？君たちは誰？記憶はない。こんにちは。気分はどうですか？ああ、こんにちは。スペースボーイ船長になってる。名前が。俺はスペースボーイ船長だ。会えて嬉しい。胸が痛い。ごめん、大丈夫？さっき暴れてたから仕方なく。ああ、なるほどな。もう一人の俺の仕業だな。あ、多重人格なの。こちらこそ謝るよ。君たちは間違っていなかったはずだ。あまり迷惑をかけなかったといいんだけど。最近はどうも感情の制御はうまくできなくて。頑張って抑えようとしてるんだけど、それもどんどん難しくなってるんだ。スイートハートは俺の人生最愛の人だったんだ。彼女なしの生活なんて今でも想像できないよ。どうすればいいのか分からなくなったんだと思う。この特別なミックステープには俺とスイートハートが大好きな曲が詰まってるんだ。一生懸命彼女のために愛を込めて作ったものだ。取り返してくれてありがとう。この中には大切な思い出がたくさん詰まってるからね。思い出か。別にいいよ。ちょっとだけ大変だったけど。そうそう、力になれてよかった。今日はもうゆっくり休んでください。どれだけ休んでも心にできた傷は癒えないさ。心にできた傷は癒えない。なるほどね。いや、なんかおもりに刺さりそうな言葉だね。いつか乗り越えなくてはな。そうなんだよな。やっぱバジル、いやー、船長、いや、スペース彼氏さん、本当に申し訳ありませんが、すごく残念なお知らせがありまして、スペース彼氏さんが一番気に入ってる惑星のプルートが逃げ出して、全然見つからないっす。怒らないでください。本当にごめんなさい。どうかお手柔らかに。おるやん。あれ？そうか。二人とも気にすんな。惑星だって毎日ゆっくり回ってるだけでつまらないのだろう。プルートは惑星には向いていなかったのかもしれない。え？マジっすか？つまり怒ってないっすか？スペース彼氏、それってホットっすか？
本当さ。さ、野郎ども集めてこい。みんなで冷え冷え湖に行って、かき氷でも買って食べよう。ベッドで寝てても心は言えないから、友達と一緒にかき氷を食べたら癒されるかもな。あと、もうスペース彼氏って呼ばなくてもいいぞ。俺はスペースボーイ船長だ。え、それって、やったー、船長が帰ってきた。みんなにも伝えなきゃ。行こうぜ相棒。あ、行こうぜ。やったね。感謝してもしきれないよ。君たちが来てくれなかったらどうなったことやろ。ううん、いいよ。立ち直ってくれたようで何より感謝するよ。もし宇宙海賊の助けが必要になったらいつでも遠慮せず呼んでくれ。実は恥ずかしながら忘れてましたが、僕たち友達のバジルを探してるんです。彼はいつも頭に花冠をつけてアルバムを持ち歩いているはずです。彼を見かけませんでしたか？残念ながら見てないな。だがもし何か手がかりを見つけたらすぐ知らせるよ。バジル君、どこ行っちゃったんだろう？お嬢ちゃん、どうか泣かないで。ほら、これあげるから。かき氷交換券。泣いちゃった。お願いだよ、お嬢ちゃん。泣かないでくれ。ほら、これもあげる。なんか、キーアイテム持ってきそうだな、これ。何持ってきた？定期券？何の？あ、電車？子供の頃はいつもこれを使って電車で旅をしてたな。宇宙船長になるよりずっと前にね。ただの電車好きだった俺が、今では宇宙船の船長だよ。君も頑張れば友達を見つけられるはずさ。わかった。船長さん、準備できましたか？みんな待ってるっすよ。あ、そうかそうか、すぐ行く。さ、お嬢ちゃん、顔を上げ。もし本当に耐えられなくなったら、かき氷を食べよう。少しは楽になるかもしれないぞ。緑色だな、かき氷。重要だね、食べるの。それじゃ船員を待たせちゃ悪いからね。ありがとう、そしてご分を。うわ、出てきた。お友達との絆が強くなった。みんなの畳みかけが強くなった。おお、最後の攻撃がね。こういう感じで出てくることもあるんや。ブラックキーは残り9個。穴の中に手を入れ、冷たい風を感じる。キューショット。あ、足跡。鳥肌立ったんだけど今。足跡が続いてるが、これはこの先に行けってことなんだろうな、きっと。ちょっと一回セーブしようか。あ、セーブっていうかイベントや。いや、みんな、バジル君の捜索は進んでる？それがね、マリー、ちょっと寄り道してたんだ。困ってる人を見かけたから人助けをしようと思って。見て、マリちゃん、かき氷交換券をもらったよ。あ、よかったね、オーブリーちゃん。うん。マリマリ、俺も見て。謎だ。おお、それもすごいね、ケル君。だろ？おかしいな。こんなに探し回ってるのに全然バジルに会えない。バジル君、一体どこに行っちゃったんだろう。きっと何か見落としてるんだわ。おもりはここだったりある？いや、もうね、この足跡の先になんか待ってるとしか思えないんだよね。
変えれるんだよね、確か。あ、バカにするとかもあるやん。パンを手に入れる。バカにする。エネミー。相手がイライラ状態なら、相手の攻撃を大きく下げる。あ、これが刺さったんや。ランダムなエネミー3回。あ、それ強ない。あ、でも、どうしようかな。観察がそんなにいらんよね。刺すにして。コストがでかいのか。30。まあ、攻撃系どっちか一つやな。3回の方が強いっちゃ強いけど、コストがえぐい。刺す2回の方が威力出る説ある。いや、でも、まあ。このスキルではエネミーを倒した場合、パンを手に入れる。まあ、なんか、金策としてパンスライサー良さそう。他の、オーブリーとかもいろいろ覚えるでしょ？覚えてるでしょ？くるくる。ニコニコ状態。ダメージを与えた後、ニコニコ状態になる。なるほど。ニコニコだとイライラに強いんだよな。まあ、だから、まあ、あんまり、いつか使うことにはなりそうではある。これ、相手をニコニコにするには、くるくるだよね。まあ、一応上位互換みたいな感じで考えとくか。で、蹴る。何？ランムガンなのか。読み方がわかんない、これ。蹴るの攻撃なら素早さに基づく攻撃。あー、そうなんだ。コスト 15？ 素早さをガン上げして、これを使うと強いのかな。変化球、エネミーに対ダメージ与え、ランダムな感情状態にする。相手が感情状態ならダメージアップ。お、変化球はいいんじゃないですか。全体攻撃は残しといて。筋肉自慢が正直そんなでもない気がするから。変化球にしようか。で、ヒロ。微笑むおやつタイム。おやつタイム強いよね。微笑むは最初に行動するエネミーに対して攻撃を下げる。これさ、ハートを 40% 回復ってさ、上限の 40% なのかな。ちょっと使ってみないと分かんない。攻撃を下げる系は結構優秀だと思う。どっちがいいかな。どっちもコストは高いんだよな。おやつタイムにすっか。回復の使い分けをしよう。違う。 HP 回復だ。ワンワン。じゃあまあもうちょっとだけやっていきましょう。この足跡気になるんでね。ここでなんかいるんだけどさ。何？誰？バジルの幽霊みたいな。あ、上に、これ上何？こっちに行け、ここで合ってんのか？え？いろいろあるね。マリのクッキーには愛情がたっぷり込められているから美味しいんだよ。一生これだけでもいい。消えちゃった。このまま横に行けってことだよね、多分。いるね。これオモリの精神世界だと思うからな。下に多分バジルっぽいやつがいった。多分10割ぐらいバジル。あ、こっちかな。ここね、前々回ぐらいの時に寄り道した場所だけど、ここもなんかあるっしょ。俺たちはまだ若い。夢は大きいほどいいだろ。あれ？主人公一人？あれ？主人
一人になってる。主人、おもりだけになってる。なんで？今気づいたけどさ、あ、家だ。いや、赤い。中が赤い。意外と普通。でかい。この写真だって何？外も赤いし。さあ来ました、ホラーアパート。目に悪いな、なんかめちゃめちゃ目に悪いな、ここ F。 はあ、どうなっちゃうんだろう。ん、写真があるな。お父さんお母さん、ねえ、これ4人写ってるよね、写真。あとさ、9だっけ ?DF でなんか描かれてるね。あー、なるほど。やっぱさ、家族説なのかな、あの4人は。子供とかに見えるけど、兄とか弟とか妹みたいな感じになってるけど、楽譜が譜面台に置かれている。全部塗りつぶされている。その先は幸せな家族。塗りつぶされたね、家族も。上にさ、なんか首吊りっぽいのない？これ多分下に降りるんやと思う。出てきたね。バジル、今バジル映ったよな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回この続きをね、やっていくんですけど、どうなってしまうのか一切の予想ができません、ね、また刺すってボタンあるよ。刺すってボタンが嫌だよ、刺したくねえよ。というわけでお楽しみください、次回はね。それじゃあまた、さようなら、バイバイ。